気がつくと、いつもそこに言葉があった。言葉に励まされ、言葉で強くなれる。そんな言葉に会いたくて、そんな言葉を届けたくて。渡辺翔子、言の葉だより、私が出会った素敵な言葉たち。おはようございます。渡辺翔子です。今週のことの葉はこちらです。大根は土作りの副産物。神奈川県三浦半島で大根作りをしているある農家の方の言葉を耳にして、面白いなぁと思いました。何でもない言い方の違いなのですが、いい大根を作るためにいい土を作るではなく、いい土を作っていたらご褒美のようにいい大根がやってきたという視点、ハッとさせられました。人生に応用できるとても大切なことを教えられたと思ったのです。それはご褒美を目当てに何かをすることの危うさとでも言いましょうか。効率よく成果を出そうと、私たちは成功物や成功者のたどったルートを逆に遡って、これをやればここに到達するなどのノウハウを抽出したり、そのような情報を欲しがったりしがちです。もちろんそうした情報収集の努力は必要ですが、成功例の要素を抽出しての実践ではある程度のところまでは行っても、それはあくまで大元から抽出したものですから、大元を超えることはできない。そう、いつまで経っても目指すものを超えられないということです。そんなことを考えながら、意識を結果にばかり持って行き過ぎちゃダメだよ、効率ばかりを追求しちゃダメだよ、などと諭された気がしました。三浦半島で黙々と土作りに勤しむ農家の方のように、ただ黙々と日々を営む、そうした営みの先に思いもかけない本当の自分という副産物との出会いがあるのかも、そんなことを思うことの葉との出会いでした。さあ、新しい1週間が始まりました。今週も笑顔でいきましょう。